今日は日本の大学の現状を考える支持率企画、大学どころの第7回として、慶応義塾塾長の伊藤晃平さんをお迎えしました。伊藤さんは慶応義塾大学ご出身で、専門は個体物理、量子コンピューター、ナノテクノロジーなどです。<laughs> 慶応義塾大学理工学部教授、同学部長、国際センター副所長、評議員などを歴任され、2021年から塾長を務めます。 世界トップレベル研究力の実現に向けて政府が進める国際卓越研究大学の制度では助成先の候補に東北大学が選ばれましたまた研究力の底上げを目指し政府が進める地域中核特色ある研究大学強化促進事業では私立大学として唯一慶応技術大学が採択されました今日は伊藤さんに大学を取り巻く環境の変化と大学の役割大学経営の在り方などについてお伺いできるものと思います 司会は日本記者クラブ企画委員の黒沢大理が担当しますまず伊藤さんから一時間ほどお話を伺いその後会場とオンラインからの質問にお答えいただきますオンラインでの質問は今から受けますので Q&A で送ってくださいそれでは伊藤さんよろしくお願いします、はい、あの今日はお招きいただきましてありがとうございました慶応義塾長の伊藤光平です <laughs>、えー、今日のタイトルは日本の大学の役割ということでお話をしたいと思います 先ほど地域中学特色がある研究大学であれ沖縄科学技術研究大学大学院も一応私立ですので,です、ね、私立大学としては休校中にこうあるということでございますのでよろしくお願いいたします。えーとですね、まず今日の最初の部分は私がこの IDE 現代の高等教育というものの特集で「危機を後期に」というところに書きました記事がありますのでその内容を紹介させていただきたいというふうに思います。 で、この中でどういうことをあの書いていたかというと、まあ、これあの、えー、目次みたいなものなんですけども、えー、例えば、えー、ウサギと亀というお話、皆様は聞いたことあると思うんですけども、このイソップ童話では、日本では亀が主役なんだけども、西洋ではウサギが主役なんですね。そんなような話をして、で、そもそも日本はウサギ社会を目指すべきなのかという問いを皆様に投げかけます。で、例えば、 コンプライアンス、ガバナンス、また様々なランキング、えー、そういうものがあるわけですけども、格付け。そういうのは比較的ウサギ向けにできているということで、またそのウサギを規制するためのコンプライアンスを、加盟集団に規制するのは適、強制するのは適切かどうかというお話をします。でその上で、グローバル化の社会で非西洋国家の近代化は可能かという問いを常に投げかけることになります。 そして国際社会における日本の特徴を生かした日本の発展と貢献の在り方とはというのはこれ次のページでですねこの記事の延長としてこれは私が紹介したいと思いますのでよろしくお願いいたしますですのでまあちょっと一遍ここで共有を切りまして私がこの記事の中身を紹介したいと思いますのでよろしくお願いいたしますイソップドアのうさぎと亀では 本来はウサギが速いのですけどもカメが勝ちます。でこれアメリカの子供たちにこの話をした時に私びっくりしたのがここで何を感じるかというと本来負けるはずのない亀に負けるこれはウサギは舐め方からいけないんだしかも実際に英語でこのウサギと亀の話の,その、まあ、目的ですねを調べると「Never underestimate your opponent」。 つまり、敵を絶対に見くびるなということですよね。要は主役が亀、ウサギなんです。で、日本ではウサギと亀というと、しっかりと地道に努力した亀が強いと言って学んできたわけであります。これほど西洋と日本では一つの話をとっても、捉え方、主役、それが伝えようとしていることが違うわけですね。で、まあ、 このウサギとカメの違いがどういうふうに反映されているかということを考えるときに私はその自分が専門とする半導体についてちょっと考えてみました。で半導体の例を考えると1940年代、まあ、1950年ぐらいからですね、えー、アメリカでトランジスターというものが発明されそのトランジスター一つ一つが真空管を置き換えていくわけですけどでトランジスター一つだけじゃなくてそれを二つ、三つ、四つと一つの板の上に乗せていこうということで 集積回路ができていくわけです。そこら辺トランジスタの発明。それからトランジスタのいわゆる集積回路のやり方、これ全てアメリカを中心に発明されていきました。まうさぎですね。で、その後日本が一生懸命にその集積化を進めて、地道に技術を蓄えていって作っていって。皆様ご存知の通り80年代からもうその後半にかけては？ 電子的国、日本の自助罪と言われる、まあ、世界シェア一番になるところまで行ったわけです。でもその時に日本は批判されるわけです。もちろん日米通のいわゆる、えー、の,あの問題とかもできたわけですけども、えー、もう一つ批判された大きなことは、日本人は創造性がない。すべて海外、アメリカとかを中心に発明されたものを作って真似して、それを伸ばしただけだと。 とというこはん批判されたんですねでそれがやはりみんなボディブローとして聞いたんでしょうやっぱり創造性がないんだろうかということでそれから1995年ぐらいからでしょうか科学技術基本計画というものが始まりました、まあ、法律ができてで95年から約10年間ぐらいものすごいお金が大学にも入るようになりましたバブルが終わった後に大学バブルが来たんですね で私はちょうどその頃三30歳ぐらいでしたから、まあ、一番いい時にお金がやってきて自自由自在に好ききな研究ががででる環境が突然10年間あったんです、えー。ここにいらっしゃった杉山さんにしても、まあ、あの前に来た東北大の大野さんにしても、えー、みなこの科学バブルで一気に、えー、バブルって言ったらいけないですねあの基本計画による科学の進行によって 恩恵をこむって若い時代に思いっきり好きな研究が独創的な研究ができた人たちです。で、そうしてみると、もちろんそれとは関係なく日本人から急に科学のノーベル賞が増えていったわけですけども、間違いなくこれからもこの95年から2005年ぐらいの、えー、科学へのお金の投入によって、日本人のノーベル賞はこれからも出ていきます。もう私は数人もう何人でもあ、この人があの時に 研究でノーベル賞っどうだろうという人が私の場合は挙げることができます。でそうしている中において科学技術基本法というのは一気通貫つまり基礎科学もやるけれどもそれによって社会福祉また経済発展も得るというこの一気通貫の目標があったわけですね。でその中において例えば私が専門とする量子コンピューターにおいても。 1999年に NEC が今の量子コンピューターの基本となる1個のトランジスタに相当する量子ビットを世界で初めて作ったわけです画期的な成果でしたそれ以外にも日本の研究者が量子コンピューターにつながるさまざまな基礎研究の発見またはその基礎を作ってきましたしかしですよこれが2000年それが2000今の2010年から20年の間に 量子コンピューターを製品化したのは、すべてアメリカ、そして、まあ、アメリカですね、中心となったのは。で、ヨーロッパがちょっと追っかけたというようなことになります。そうなってくると、基礎研究はいいんだけども、それが製品化できなかったということで、また批判の声が大きくなるわけであります。ですから、日本の場合は、 創造性がないと言われると、創造性がないんだと思って基礎研究に力を入れて、すごい成果が出てきたんだけど、今度はそれが産業化につながらないじゃないか、と言って、今の状況にあるということで、行ったり来たりしているわけであります。その挙句の果てに、まあ、今や基礎研究の力も落ちているという批判を、批判を我々は受けているところであります。で、まあ、そのような自己批判は大切なのであるんですけども、 一体我々は何を目指しているのかと考えた時に、ウサギを目指しているような発言をする政治家や企業のトップの方も結構いるんですけども、本当に我々はウサギを目指しているんだろうかということが私の問いなんですね。もし本当に日本全体で本気でウサギの集団を目指すんであれば、些細な失敗やマナー違反などにはもう気にも留めずに、 もう小学校から伸びる子は徹底的に伸ばす学年なんかも考えない格差も気にしない会社でも伸びる人たちだけが伸びまあそこに合わない人は転職していくアメリカでは平均転職回数が7回と聞いてますつまりその人たちも、えー、消極的な転職もあるでしょうけど 積極的な転職もあるわけですね。ここに移るともっと給料が良くなるとか活躍の場がある。つまりこれは全てウサギの社会だけですね。ですから、もうウサギを目指すんであれば、終身雇用という概念を取り除き、成績の悪い従業員を解雇し、国全体がウサギによって繁栄することを目指す。世界中からウサギを集め、競争原理を導入し、ウサギは、まあ、要は自分たちが突き抜けることを求めるので、その人たちがまたグル,グループを成すと。 そのグループを成して、その一致する、利害関係が一致するうさぎたちだけは力を合わせて、まあ格差ができていって、国の経済や学会などは一部のうさぎ集団によって強力に引っ張られていく。で、そのうさ、あの引っ張ってるうさぎたちが十分な税金を納めれば、下々のものはそれによって支えられる。まあ、こういう社会を我々が 本当に馴染む社会であるのか、それを本当に目指しているのかっていうのが、まず我々が問わなきゃいけないことだというふうに思うところであります。でちょっと私は話が変わりますけど、私はアメリカの大学院で学びました。5年間修士博士で学びました。で、えー、その時にですね、いろいろとアメリカで経験して、良いこともたくさんありました。そして、えー、日本に帰ってきて研究室を持つようになり、ちょっと とうさぎ的な研究室を作ってみたいと思い、世界中から学生を集めてみることに努力をしました。まあ、実際に2010年頃ですね、今から20、今から15年ぐらい前、私の研究室の半分以上は留学生が占めました。大学院生。フランス、ドイツ、スウェーデン、スペイン、アメリカ、イギリス、韓国。こういった国の留学生が占めて、ここまでくれば先輩後輩も関係なく、 成果を上げななきゃいけないけ人たちが揃っているんだから例えば研究室では装置を奪い合いこれアメリカがそうでした大変な意気込みと切磋琢磨の中でものすごい研究室になるのかなということを思ったんですねところが全然そうなりませんでしたまず大学院生がフランスから到着するともうすでに上にいる 1>, 1年2年3年先を経験している大学院生たちがしっかりと面倒を見てあげます。これはこうやってまずあの学生証は取る受け取るんだよ。こういう時にはこうやって実験をするんだよ。こういうふうにすればものが買えますよ。みんな教えてあげる。これ全然アメリカではそういうのなかったんですね。何でも自分で切り開いていかなきゃいけない。そこでちゃんと面倒を見てあげる。そうするとフランス人もアメリカ人もドイツ人もイギリス人も 自分が2年目とか3年目になると下から入ってきた日本人でも何人でもみんな同じように教えてあげるわけですね。すごく面倒を見てあげる。で日本語も学ぶ。でまあただしですね研究室の議論は自然と英語が中心にはなります。それは共通言語だからであるわけですね。 であと効率留学生って非常に効率が高くて朝早くやってきて夕食前には帰っていくでもその間にはみんな仲良くやるっていうその輪を持って尊しとするっていうのも非常に彼らは彼女たちは、えー、居心地が良かったようですこんな居心地の良い、えー、環境っていうのかなこれは初めてなんで日本は素晴らしいところだで例えばそのまでの研究室の合宿っていうのはまあどっかに安いところに行こうっていうのが大体だったんですけども。 留学生たちが来ると、日本のいろいろな名称を回ってみたいということで、みんなで日本の文化も学ぶのが普通になったと。でもその中において、やはり留学生たちはそれはさまざまな考え方を持っているので、いろいろな国の考え方も紹介してく,ださいまく,れ,くれましたし、えー、またあの英語での論文執筆となると、彼ら彼女たちがよっぽどできるので、日本人の学生たちもそこから学び、お互いに助け合う。 まあ、いわばです、ね、ラグビーの日本代表みたいなの社会の中に日本の文化を結果的には目指してきてる人たちに集まってもらい日本の良さを感じてもらいながらそこで一緒に研究や学びをしてもらうでそこを出ていった留学生たちはどうしたか一部は日本の企業に来ましたでも一部はもう世界の例えばシリコンバレーにも行って 大活躍してます。ですからその教育が結果的には彼ら彼女たちの活躍にもつながってるっていうことなんですね。ですからそこら辺のやはり日本の良さっていうその結果的には亀なんですけどもその亀の学び方の良さっていうことをもっと自分たちでえ考えた方がいいんじゃないかということに思うわけです。で例えばえ大谷翔平選手ここでえ記者会見をして大変な えー、反響だったと聞きましたけど大谷翔平選手うさぎでしょうか私から見るとなぜ大谷選手があれほど我々からが好感があるかというと一つ一つ亀のように努力をして工夫して気がついてみるとあの頂にいたとそれがやはり野球大好き少年のまんまあそ,こまで行き着いたそれがやはり我々にとっての好感度の一つの礎なんじゃないかと私なんかは思うわけです。 ノーベル賞を取った研究者の皆さん皆さん口を揃えていますノーベル賞を取ろうとしたんじゃない好きな研究を思う存分集中できる環境がありその結果として好きなことをやっていたら人と違うことができたのでノーベル賞を取ったわけであって何もより引用さ,るされる論文を出そうとしてやっていたわけでもないし何も大学ランキングを上げようと思ってやってるわけではなかったわけです。 でもその中においてノーベル賞がこれだけ今の日本から出てるっていうのは画期的なことなんですよね。それに対するやはり自信はやはり日本としては深めなきゃいけないというふうに思っています。まあ、要はグローバルスタンダードという言葉が出ている中において西洋流のウサギシステムが今日本でもてはやされています。ガバナンスコンプライアンスさまざ、あ、まなこと。これをそのまんま 食輸入して良いことももちろんあります。これは否めません。でも結果的にはウサギの暴走を止めようとしているシステムをカメに適用したらどうなるかということですね。真面目なカメがコンプライアンスを一生懸命100点満点で抑えようとしてるとそれは突っ走っていくウサギに勝てるはずないですよ。カメの良さをどうやって 引き上げていくようなシステムを作っていくかということが我々に今一番課されていることなんじゃないかと思うわけであります。まあ、要はうさぎのシステムのレースで亀にコンプライアンス参加を、まあ、要はうさぎのルールの下でのレースに勝つことはなかなか難しいということであります。 でまあ、そういう中においても先ほどスポーツの例を挙げましたけど野球ソフトボールサッカーラグビーさまざ、あ、まな日本代表チームが強くなってますが、まあ、大体サッカーや野球では海外に行って活躍している人たちが伸びている、まあ、ラグビーの場合は海外に行く人もいるんですけどもたくさんの優秀な選手を日本にも呼んできて、えー、日本代表を作っていくというチームやり方をしていてもうこの切磋琢磨こそが まあその大切で特にラグビーモデルが我々の場合はあらゆる場面において役に立つんじゃないかというふうに思ってるわけですラグビーチーム日本語も学んでますよね一緒に日本のラグビーを作っていくということでまたワンフォーオールオールフォーワンラグビーの有名な言葉ですけどこれも非常に日本人に合ってる言葉だというふうに思うわけです で、ここで大学の話に移っていきたいと思います。で、このような観点から今の日本の大学の危機というのは明らかです。一人一人の教員は全ての学生のために一生懸命に教育に携わっています。私もそうでした。一生懸命に学生たちが世界に出ていく場面を作り、授業にも一生懸命取り組み、研究にも一生懸命取り組み、それはそれで進んできて、 世界の中でも胸が張れるものはできているとは思います。ただし、一人一人の努力というものをもっと横につなげていかないと、集団としての日本としては強くならないということです。そのために大切なのが、目的を共有、存在意義といいますかね、この会社で何をやりたいのか、この大学で何をやりたいのかという目標を共有することであって、まあ、ラグビー日本代表であれば、 最低でもベスト8にあのワールドカップでベスト8に入ベスト4でしたっけ、えー、まあ何かに入るっていう目標があったわけであってそういうような大学ごとの目標をしっかり作らなきゃいけないなんとなく見学の精神に基づきと言ってるだけではなくてそもそも見学の精神とは何なのかってことをそれぞれが考えてそして日本社会の発展のため世界の発展のために 作っていくっていくととうことが大切になるわけですまあ今の社会とこれからの社会を先導するための目標が今設定できていない共有もできていない、えー、大学の宝は表現の自由学問の自由人権の尊重といったリベラル精神や民主主義であるわけですけれどもその先にある目標が自分の金儲けとかそういったものではなく利己的なものではなく 社会を良くしていくという大きな目標を利他的なものを植え付けていかなきゃいけないということであります。学問によって人間や社会を豊かに平和に導くという、数、まあ、高かつ大学ならではの利他的な目標を共有し、それぞれの大学が見学の精神に基づき独自の創造性を発揮する、それこそが実は執行部の仕事であり、私も含めて一番 責任があることだというふうに思うわけであります。そしてメディアの皆さんも含めて盛んに議論する我が国の大学が直面する危機はたくさんあります。研究力の低下、教育内容の硬直化と社会的要望からの乖離国際性の欠如、世界大学ランキングの低迷、 財務状況を含む大学経営力の低迷等々、まあ、これすべてここに書いてあるものなんですけどもまあ残念ながら、えー、マイクルにいとまがないわけですねしかしすでに述べました通りうさぎ用の指標で自分たちを評価することこそが大学や日本社会の危機ということになるわけです。 日本の直近の問題まあもうここにいらっしゃった全ての学長が話したと思います少子化ですでもその少子化の中で海外から学生を集めようとするとランキングを上げなきゃいけないランキングの上げ方って何だか知ってますかランキングっていうのは特にイギリスの2つのランキング機関が有名なんですけどもそこに我々が情報を相手が望む情報を徹底的に整理して提供することなんですね これはもう格付け機関と一緒です。ですから我々が一生懸命仕事をして、無料でそのプラットフォームに情報を提供する。その情報機関は世界中の大学のデータが集まり、それがもう情報プラットフォームとなって、あたかも Google というふうになっていて、またそのランキング機関は自分たちではコンサルティングとは言ってないですけども、コンサルティングと同じことをやってます。 お金をを払ええばばどううすればランキンキグが上が上るるかっていうこといこ指南してもらえるわけですね。ですからそれの時にデータがたくさん集まっていて全部のデータが見えながら例えばあなたの大学だったらお金を払えば払うほどこういうことをやればいいですよというようなことがコンサルティングが受けられるまた大学のランキングのええー、あ,あのあれですね要項クライテリアというか 項目が毎年変わりますすこれもポイントなんですね毎年変わるから常に本当にランキングを上げたかったらそこにさらにデータを出し場合によってはお金を出して全て情報その自分のランキングを上げる努力をすることが求められるような形になっているわけです。でこれがウサギ社会のシステムなんですけども このようなやり方でお金や情報を提供できるところだけが上に行き結果的にそうじゃないところが下に行くというのが世界の教育界によって良いのかどうかということも考えなければいけないわけですね。この格差を作っていくのが良いのかということも考えなければいけないことになるわけです。で、まあそれに対して私なんかが思うのはこれだけ今でも世界中に日本のビジネスマン また日本の外交官が散らら、ばっているわけですから世界の高校の優秀な人というのは言うのは簡単なんですけどそうではなくて世界の高校の亀の人たちつまり努力し続けられる才能のある人たちをかき集めてくればいいんじゃないかと思うわけですね。まあ、一種の世界の高校を対象とした推薦入試と言ってもいいかもしれません。 必ずしも今の入試というわけではなくできるだけ亀としてまた日本の社会を良い社会だと思ってくれる人たちを集めてその人たちを一歩一歩階段を上るシステムを作っていきそれがあ日本ってなんて良かったところなんだろうというところを作っていかなきゃいけない。これは実は実日本 でも、大学一つでできるところではなくて、言葉ではなくて、小中高も含めて、すべての教育レベルで、これを目指していかないといけないと、私は思っているところであるわけです。で、あの、まあ、要は、交付することによって、日本文化や日本語の愛好家が増え、日本人自らの文化の理解と、英語力と、まあ、日本人に対しても大きな影響力があるということであります。もちろんですよ。 日本から海外に留学を増やしていくのも大切です。ただし、一つだけ忘れてはいけないのは、皆さん、日系人になっていく可能性があります。日系移民というのは、昔の話ではありません。今、実際に税制もシンガポールの方が良いのでとか、まあ、様々な理由で暮らしの安さが違うのでといって、世界に 住民票を移した日本人がいてその人は自分のことを日系人と全然思ってないんですけど実はその人たちはもう新新しい一世日系一世であってその子どもたちは海外で育っていくということは二世になっていくということになるわけですねまあなんとなくみんな最後は日本に帰ってくるよという期待があるんですけどもこの高齢化が進み社会が硬直化していることが進む日本であったとすれば そこに世界に出ていった若者たちが帰ってきたいと思うだろうかというのはこれは大きな、えー、我々が確認すべき問いであるわけでございます。というわけで、まあ、日本としてはやはり幕末また戦後ももしかして開国だったのかもしれません幕末に続いての第二の開国ということを私は言ってますけど戦後の開国も入れたらもしかしたら第三の開国かもしれません。今こそそれれをやらなけなけけばいい ということが私たちのまず大きな提案でありそれに対して亀社会というものの独特のシステムを我々が胸を張って作っていくことが大切だと思うわけでありますでここまでがこの今回お話をした、えー、と内容でこの本の内容であるんですがちょっとこの先私はもうピントがずれるので、えー、もう少しこれ実は先書きたかったんですけど 書かなかったことをお話したいというふうに思います。で、えー、これはクリックするのかな、これはそうですね。はい。まあこれはもう皆さん見飽きてると思います。あの18歳年齢はどんどん,どん人口がどん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 減っていくというような話であります。で、えー、とまあこの少子化の問題というのは整理すると二つあるんですけれども、えー、これは、えー、今ある能力 えー、ごめんなさい、これ人数じゃないですね。これ、あ、そうですね、人数で横軸が学力とか、なんか能力だとすると、今、こういう偏差値というか、また分布があったとします。今後、人口が減っていくっていうのはどういうことになるかというと、これがどん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 面積が少なくなっていくことになるわけですね。この時、中間値が変わらないとすれば、何が起こるかというと、一番できる人たちがここまで落ちていくということ。 つまり人口が減って中間値が変わらないということはよく東大はいいですよねいつまでたっても必ず学生は希望者が出てきますからそうかもしれませんでも実際に見てみると本当にこのトレンドのままだとするとここに東大が入っていった学生の学力はここまで落ちていくわけですねですから偏差値偏差値じゃないです人口が減っていくってことは 上の人が減っていくできる人が減っていくっていうことが一点それだったらこれを避けるたびには人口を保つかまたはこの小さくなっていくこの黒い線を右に動かしていく努力をしなければいけないということであります。ですからこのバランスをどうやって作っていくかということでまあその神を世界中から集めるっていうのは、えー、この人口をできるだけ大きいままに保つというところにあるんですけども それとともに、この、この黒いくなっていくのを右に動かすのに何が必要かっていうのが。大きな問いになるんだと思います。で、その時、私たちの慶応義塾の、あの、不在基地が、これはですね。これ、消えないですかね。えー、と、まあ、文明論の概略って上に書いて、あ、皆様、配布資料があるんですかね。文明論の概略、に書かれていることなんですけれども、これは千。 百8 7 5年って書かれてますかねえっ、ー、とだと思いますけども77年かなちょっとここ、えー、年代を確認させてくださいはい75年ですね1875年であの福沢が生涯を通じて追求したのは非西洋の近代化は可能かという問いですまあ非西洋を近代化させるぞ日本を 近代化させるぞとと、いいいいううう強い意気込みとそういう日本を作っていきたいといととうことです。非西洋の近代化は可能かという中で今中国がある意味計画経済的な専制主義を使って経済あの近代化を狙っているわけでありますけれどもまあそれとは違う日本らしいやり方が可能かというのは実はその時から今にも続く大きな問いであるわけです。 で一人一人が優れていても皆が平等な立場で建設的に協調できなければ総合的な力にはならないというのが福沢が文明論の概略の中で共有したことでありますしかしその時、えー、福沢が言ったことは、まあ、その時点で江戸時代では女将が下々に徒党を組むことを良しとし,しなかったですからなかなか皆 強調するような体制が作りづらかった。もちろん村の仲間では寄り合いがあったとしても、それを超えたシステムがなかった。そして日本には、先輩後輩、男子女子、まあ男尊女卑ですね、新山古山、本家罰家といった主従関係や権力の偏りが存在しているで。このような実力に基づかない主従関係や権力の偏りを乗り越えて、 多じ総論を奨励する社会をつくっていく必要があるということを文明論の概略の中で訴えていましたそして特に中流階級ミドルクラスすなわちそれほどの権力や資産や既得権を持たない人たちではあるがその知力を超え鍛えその人たちが強調することこそが人民が真の国民になる道であり国家独立の道であるということを訴えたわけです まあ、慶応義塾もそうですけども国家、えー、政府というのは大切な働きをしていてそれに対して契約関係にある国民というものも大切な役割を果たしながら協調して国が発展していかなければいけない国家だけが強くて国民が学ばなかったら国家は何をするかというと説明しても国民がわからないので武力で押さえつけるだけになるわけです。 それは最も良くないってことを福沢は言っているわけであります。まあ、そのような考えの中で今後の日本の教育のあるべき姿というのは一つには全員横並びで学年で決められた範囲を学むのでは壁の伸びは止まってしまうということです。まあ、野球、えー、大谷翔平野球で 常に伸びていく環境があったんだと思います。また、プロ野球に入ると、昔は本当か嘘か知りませんけども、先輩が後輩をいじめたとか、えー、たくさん投げさせて肩が壊されたとか、いろいろな噂を聞いたことはあるんですが、まあ、今や大谷翔平が入った時から、大谷翔平にとっての一番いい環境というテーラーメールで作られていき、それによって徹底的に伸びることができた。そして、えー、興味や得意分野が半ば同士から見えて、 お互いは尊敬できる体制をつまりあらゆる分野で作っていかなきゃいけないということです。まあ、それに言えばですね、例えば小学校から算数が好きな生徒は従来の学年の枠を超えた範囲を学びながらも仲間の生徒に教える。まあ、要はですね、アメリカのような西洋社会のような飛び級だけにこだわるのではなく、算数は例えば AI で あなたにはもっとこの問題ができますよっていう形で常に問題がどん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 その先に進むようになっていきながらある問題までいったら同じクラスの他の友達を教えてもらう教えるこれこそある意味人助けになることはなくまた人から尊敬されることはありません今男子スポーツでは尊敬されるけどあの子はあんな風に算数ができるんだ あの子はあんなに絵が上手なんだ。あの子はこんなに国語がすごいんだと。そういったようなことでお互いに尊敬をし合い、お互いの分野が伸びるような形を教育システムとして作っていくということが大切で、その間にお互いに押し合うことによって極端な格差ができないようにしていくようなことが大切なんじゃないかと。そのような形でそれぞれが亀としてどこまでも伸びる。ただし その中でどれにおいても亀として苦労する学生も生徒も出てくると思うのでそういう時に教員は教師でありながらファシリテーターや相談役として活躍するというような形が一つの理想なんじゃないかというふうに思うわけであります互いに助け合い尊敬し合う日本の良さは保ちつつまあ先輩後輩とか先ほど言ったようなある区切りによって 上にいるのが威張るという方よりは省きなできるだけ省きながらもお互いを尊敬しながら健全に実施できる教育と、それによりより良い社会を作っていく成功体験の積み重ねが必要なの,かなのであと私は思っているところであるわけでございます。えっ、ー、と、今、36分ですね。おそらくこれ順調に、えー、<laughs> 進む。 ということになって、できるだけ質問を受け付けたいと思いますけども。で、あとはですね、じゃあどういう方向の学びが大切か、もちろん今まで通りの科目も大切です。まあ、これは PISA というところが実際に15歳、15歳ですね、15歳の学力を国別に比較したところ、OECD 加盟国37国の中では、日本の15歳は数学では1番、読解力では2番、 科学では1番なんですね。これが2022年の結果です。そして全3カ国を81カ国に、81カ国まで広げてみても、数学では日本は5番、読解力では3番、えー、科学的リテラシーでは2番なんですね。これは、例えばシンガポールのようにものすごい小さい国に対して、これだけ大きい日本が2番というのはすごいことなんです。15歳で。 でもやはり一つ日本が欠けていることがあるとすれば力を合わせて皆で何かについて成長していくってことでそれが顕著に現れるのが社会課題解決に関する若者の意識というものであります。これはわずか6カ国に対して行ったアンケートですけども18歳18歳に自分は大人だと思う。 自分は責任がある社会の一員だと思う。自分の行動で国や社会を変えられると思う。国や社会に役立つことをしたいと思う。事前活動のために寄付をしたい。ボランティア活動に参加したいというこの6つの質問をしたところ、この6カ国の中でイエスと答えた人のパーセンテージを見ると、日本は全てにおいてビリです。6位です。しかも圧倒的なビリですね。 比較にもならならいこれはやはり悲しい現状なんですね。ですからこれはですねこれこそが今の教育に欠けていいいることとななんじゃないかと思います私は美しい日本とかそういう言葉をその使うのは好きではありません。でも具体的にやはり社会の一員として社会を良くしていこうという気持ちはやはり誰にも大切であって。 それをできるだけみんなで助け合っていくような教育は作っていくべきではないかと思うわけであります。これは相当に私が危機感を持っているデータであります。で、ここからまあ少しだけ慶応のお話をしますけれども、うん、まあ慶応義塾においてはこういうことを危惧しながらこの2年前から例えば慶応義塾が私たち慶応が社会のために行うべきことを学生たちに話し合って提案してもらいたいという熟成会議というのを 2年前から始めました。でこの中でですね大学生だけではなく慶応の場合は小学校からありますので小学校も含めて参加してもらうサマーキャンプも実施いたしました。ししまこのような形で1年のおしまいにはですねいくつものグループが提案書を私に提出すると同時に、えー、発表してくれたわけですね慶応義塾はこういうことに取り組むべきだということを発表してくれたわけです。 で、その中で、やはり、熟成たちは頼もしいなと思ったのは、例えば、慶応義塾には中期計画、会社のように中期計画があるわけですけども、例えば、再生可能エネルギーを導入するという項目は入っていませんでした。熟成たちはこれが消しからんの。消しからんとは言いませんけど、入れたらどうですかということを言ってきました。なぜ私たちがこれを入れてなかったか。お金がかかるからです。その財源がなかったので、財源がないことを約束することは、 できなかったので私たちの中期計画には入っていませんでしたでも塾生たちが言ってきたのでじゃあこのお金をみんなで一緒に集めながら実際に慶応義塾はそういうことに取り組みましょうゴミの廃棄量を削減するというのも、まあ、ちょっと財源の問題で実は当たり前のことが実は入ってないんだけどどうしてこういう当たり前のことが入ってないのかということを塾生たちが慶応義塾の中期計画全体を見合わせながら言ってきてくれたわけであります 全キャンパスにウォーターサーバーを設置するといったようなことも、まあや、まあ、プラスチックボトルを減らしたいということで、熟成たちが提案してきて、これは今一気に広げているところでありますえ。西洋だけじゃなくて、様々な国からの交換留学も増やしてほしいというのが熟生たちの、えー、期待、あの、希望であり、これを実際に進めることになったところであります。また、えー、実際に熟生たちが 自分たちでプロジェクト化して進めているものもあります。例えば、キャンパス内学食でのフードロス削減というのは、これはですね、あの、キャンパス内の食堂で、えー、サバの煮込みが今日は2月五日ですから、二月5日、月7日ですから、2月7日には、これ、サバの煮込みが何皿売れるとか、そういったデータが30年かとか40年かあるわけですけど、それらを全部 AI に読み込んで、 来年の2月7日、まあ、今日2月7日にはサバの煮込みはこれだけの皿を用意するというようなことをやっていくということをもうプログラムが得意な学生たちが集まってそういうプログラムを作りで塾生たちがこれやってもらうと非常に心強いのがその結果として売り切れれた場合、みんんな我慢してくれるんですねだって自分たちが予測してこれだけ用意してほしいということを言ったことだからだったら違うものを食べようとお客様じゃなくなるんですよ。 当事者になっていくそういうことも考えていったり、まあ、ここに書いてあることを様々なこともやっていったり、さらには、日吉子ども食堂といって、広北区の小学校を招いて、これも大学生のお姉さん、お兄さんたちが、健康って何なんだろう食べるってことは何なんだろう栄養っていうのは何なんだろうってことをゲームをしながら、子どもたちと食事をする。まあ、これも外からの寄付を募って、実際に実現している試みであります。 あとですね、ここにやってきて先ほどご紹介いただきました通り、えー、まあ KO の大型支援プログラムに対する考え方を示さないと、後でたくさん質問が来る可能性がゼロでもないので、先にお話をしたいと思います。えー、KO、あ、ちょっとずれて申し訳ありません。KO 技術ではですね、あの、もともと2年前からこの世界トップレベル研究拠点プログラム、WPI というのは、これは実は 私立として唯一、私学として唯一、今も唯一取ってます。これはどういうプログラムで取っているかというと、皆さん腸内細菌って聞いたことありますよね。人間の体には細菌が37兆個入ってます。人間の体は37兆個の細胞でできています。ですから、我々のできている細胞の数と、我々の体の中にある細菌の数はだいたい一緒で、 皆さん一人一人が約1キログラムの細菌を体の中に持っていらっしゃいます。お通じの3分の1は細菌です。これだけの細菌が体の中にありこれを理解するのが健康長寿の秘訣だということが科学的に今明確になってきてまあその専門の世界トップレベルの人たちが慶應義塾の病院に揃っているんですがその人たちだけではどうにもならない。なぜかといったら37兆個もある ビッグデータをどうやって理解するかというときには、コンピューターの発展が必要なんですね。コンピューターの活用が。ということで、理工学部のスパコン、AI、量子コンピューターを使う人たちも皆一緒になって、この問題に取り組む。さらには文学部の教員も取り組むということで、学部の壁、分野の壁を超えた融合を行うということを目的に、 この WPI に応募し、採択してもらうことができました。この COINEXT というのも、学部の壁を越えたプログラムをやっていて、まあ、これがですね、この2つが文科省が考えていた大きなプロジェクトの大学レベルの日本柱だったんですが、それの上にできたのが、えー、大学ファンドによる新事業の国際卓越研究大学制度と、地域中学特色ある研究大学、あ、教科が、ごめんなさい。これ、私すぐ、 大学でなので強化になっちゃってますけど強く化けるのを強化ですね強化ですね、えー、促進事業ということになるわけですですので私たちとしてはまずこれを持っているので次はこっちに進んだということで昨年応募いたしましたでその目的は何かとあもうこれはもう既に話した、えー、WPI と COINEXT2 つなんでこれは飛ばしますけどもその時のテーマが未来のコモンセンスを作る研究大学 つまり、これから10年後、20年後の常識、良識を作っていく大学を目指すというのがテーマです。で、それを簡単に言ってしまうと、こういうことになるわけです。学問の社会実装と企業家、実業家の創生を行うということです。学問の社会実装というのは、文科省というか政府の定義でいうと、学問の成果で金儲けをする。と。 ということであります。スタートアップを作る。私たちは学問の社会実装そのものの定義は本来は学問によって社会システムを変えていく。または文学も含めて人生の豊かさというのを追求していくということが学問の社会実装だと思っていますので、それをまず学問の社会実装として我々は定義してそれを進めていく。 それと同時に本来このプログラムが要求していることも必要なので、企業化、実業化を要請していて、学問で社会を豊かにし、社会からの学問への信頼を高める、やっぱり大学って大切だなと言われるようなことをしていくのと、日本や世界の経済的発展を促進し、豊かで幸せな社会を実現していきたい。まあ、経済的な独立により、国も経済的な独立で強くなっていくことをしたいということであります。 まあ研究という意味では、例えば昨年、高橋誠一郎浮世絵コレクションという、えー、葛飾北斎とか、宇、え、田、ー、川国吉といった、まあ、慶応のコレクションを展示したところ、大変な数の、えー、来館者がいらっしゃいました。で、それをアレンジして説明したのが内藤正人教授で、まあ、彼は世界浮世絵学会賞などを受賞した浮世絵の大家ですが、まあ、彼が説明をするとですね、もう皆、 驚くわけですね。え、こんなに面白く深みがあり、こういう背景があったんだと。まあ、これ世界ランキングにはあまり寄与しないんですけども、でもやはりこういう一つ一つの研究者を我々としてはショーケースとして表に出していきたいというのが大きな目標の一つでした。で、実際に日本学術振興会賞というものを受賞者だけ見ても人文社会科学系がたくさんいます。 でそういう人たちをどん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 掘り起こしていって、慶応の研究者の素晴らしさを AI なんかも使って抽出していって、社会に発信していき、さらにはこんな面白い研究者と、こんな面白い研究者が力を合わせて、新しい安全保障のあり方、外交のあり方、文芸のあり方、そういうのを作っていきますということを、わかりやすく表に出していき、今まで個別に 活動していた研究者たちを横につなげていきたいというのがこの我々が目指す学問の社会実装であります。これを強力に進めていきたいというのが今回の地域中核の次に来る特色ある研究大学の部分であります。我々としてはやはり社会システムを本当の意味で提案していきたいと。 ということであります。で、まあそういうものを作っていきながら、いくつもの社会システムや研究の幹を育てていき、それらが横につながっていくものを作っていくというのが、我々のこの社会実装の目的になるわけです。それともう一つ大切なのが、新産業創出で、特に、まあ我々の創設者福沢はですね、実業家養成に力を入れました。福沢諭地は飽きない、 アキンドを下げ済む傾向が強かった幕末維新の時代に、要は自分の利益だけはアキンドが送っていった、追求していったらダメだ。実業家として社会を発展するところまで行かなきゃいけないということを言い、まあ実際には慶応義塾は2014年から大学発ベンチャーキャピタルを作り、で、これはですね、国の支援を得ずに、 民間だけで1号ファンドは44億円、2号ファンドは100億円以上、そして昨年は200億円の民間からのお金を集めて、スタートアップ育成、実業家育成を今やっているところです。世界の大学に行って、一つの大学のベンチャーキャピタルが、例えば昨年200億円の投資を得たと聞くと、びっくりされます。アメリカで飲みます。それだけすごいことをやっているのかと、驚かれます。 まだ、慶応発スタートアップはですね、慶応発スタートアップだけでも、昨年の資金調達額は世界、日本の大学でトップです。資金調達総額ですね。えー、さらには、まあ、スタートアップ、ベンチャー企業数にしても、えー、3年度前が11位、2年度前が5位、そして昨年度は3位まで上がってきました。これ、増えた数と減った数、潰れるのもありますが、それを全部差し引いて、 数として毎年報告しているわけですけどまあそれは1位東京大学、2位京都大学、3位慶応ということで、まあそんなようなことでここではもう相当京都大学にも近づいてきたわけであります。まあですからそういう社会実装と実業家の創生ということをしていきたいということであります。まあここまでが私のお話の骨子なんですけども、最後ちょっと財政面での私の,あのお考えだけをちょっとお話しして、私のお話を終わりにしたいと思います。 日本全体に見ましたで大学の健全な共存と競争の機会をというテーマなんですけども日本には国立大学校が86、公立が100校、私立学校は622校ありますヨーロッパは国立大学ばかりですアメリカは州立大学と私立大学が共存していますで4年生大学の進学率は日本は57.7% 三大専門学校を含むと84%、4年生大学のうち私立大学へ通う学生は77.8%とかですから、だいたい8割の学生が、この57.7%の学生のうちの8割が私立大学に進んでいるというのが事実であります。ただここがポイントなんですけれども、毎年一人当たりの学部生に対するおおよその収入というのを見ていただくと、慶応義塾は医学部とか、 理工学部とか高いところも含めて平均してみると1人当たり1年間で140万納めます。4年間で140万かける 4, 4年納めるいうことになります。それに対して1人当たりお国から約20万円の助成がいただけるので合わせると1人当たりの収入が160万円ということになります。それに対して国立大学は86校平均で学納金はもちろん55万円ぐらいなんですけども、うん それに対して交付金、運営費交付金が平均で231万円一人につき入っています。ですから一人当たりの収入は285万円なんですね。我々は一人当たりの収入は160万円。国立大学の一人当たりの平均の収入は285万円。ただし、ですから私、国立大学がここでずるいと言いたいわけではありません。間違えないでくださいね。良い大学を作るためには、私の感覚では、 250万円は最低でも必要で、できれば300万円欲しいっていことで、おそらくここに登壇されたすべての国立大学長が金がない金がないと。どんどん金が減っていくと。漏らされたと思いますが、そこのお金を削ってはダメです。本当にダメだと思います。だから国立の金を削ってほしいということは私は全く思いません。ただ、これが少なすぎるんですね。ちょっとした私立の小中高でも、 100万円以上取るわけですよ。で、そこの小中高で必要なものっていうのは、教室と体育館とグラウンドとプールぐらいですよね。でもそれに対して私たち大学、研究大学は最先端の研究施設、体育会といったスポーツ部の世界レベルの施設、そして夏休みも冬休みも関係なく、 研究できる環境と、それから電気代数度代も含めた環境の整備。世界最高峰の図書館、電子ジャーナルなどを集めること。あらゆることが皆さんからも、社会からも要請されているわけであります。まあその中で、一体、慶応でさえ、1学生あたりの収入が160万円の中でやっている。 それが一体どうすればいいのかというのが我々の一番大きな課題になっているわけであります。慶応でさえって言いましたが、慶応は仕方がなく地道に学費は上げてきました。1972年から比べると今や先ほど言った140万円近くまで上がってきている。これに対して国立大学の学納金っていうのはこんな形でだらだらと上がっていき、例えば2000年、 2000年これはもう国立大学が49万円です2000年49万円国立大学で今55万円です10%しか国立大学は上がってないそれに対して慶応はここ90万円ですから2000年は1.5倍に上げているわけですね毎年1.9%の値上げをしてきたと思ってくださいそれでもやっと160万円の収入になるわけですで、まあ、日本がいかに、 教育にお金を使ってないのかっていうのはこの主張の通りなんですけども、だったらアメリカの大学のように思いっきり上げればいいのかって、それも私は、それはやはり今日本、アメリカの大学が信頼を失っている一番の原因は、えー、学費を上げすぎているからです。この後のページに出てきますけど、例えば、スタンフォード大学。2000年は2万5000ドル。まあ、あの時100円だったとしたら、えー、まあ、200万円ですね。 250万円でした。日本円に関して。でも今、6万5000ドルです。6万5000ドルで1ドル150円ですから、900万円です。学費が。じゃあ、ここにあと他の2つの州立大学が入ってます。まあ、バークリー、UC バークリー、カリフォルニア大学のバークリー、あとバージニアのウィリアム・メリー。これ見ると、州の外から来た人の学費がこんな高いわけですね。5万ドル以上。でも、州民に対しては、学費が抑えられている。まあ、大体。 1>, 1万ドルから2万ドルの間、学費にしたら、でも250万円なんです。250万円を超えてだって250万円必要だと私言いました。州民でさえそうです。ただアメリカはやりすぎなんですね。これを見たらわかる通り、これはちょっと左側はアメリカの,あの私立の大学の学費の繊維の平均で、これは州立大学の平均での変化なんですけど、 こっちの図が大切なんです1993年94年の学費とその時の物価を1として考えた時に今これは、えー、とパブリック、えー、ユニバーシティって書いてますけどパブリックユニバーシティの、えー、学費の値上げというのは 物価の2.08倍値上げしているんですね。だから物価向上による、物価上昇による値上げというのは仕方ないとしても、物価上昇より2倍もあの学費を値上げてきたのがアメリカの州立大学で、物価上昇より1.78倍も値上げをしてきたのが私立大学だということであります。まあ、ここで私の,あのスライドは終わるわけでありますけども、えー、ちょうど6時30分の すね、あと2分ありますけど、はい、最後にちょっとですので私が問いたいのは、えー、アメリカの州立大学の場合は学費を上げていってその分州から入るお金が減っていきました国立大学日本の国立大学東大に入る世帯収入が一番高いっていうのは皆さんよくご存知ですよねなぜ それほど余裕のある国の、あ、家庭の子供を育てるため、東大に行くために、学費をタダにすることを、他の国民は文句言わないんでしょうね。もちろん、東大に入って、お金がない家庭は、絶対に私は、奨学金で支えるべきだとは思います。でも、お金が払える人たちは、お金を払って、その分、 他の国民が税金を払わなくていいっていうのが普通の姿じゃないかと私なんか思うわけですね。しかもその時に必要な額っていうのは必ず東大にしても半大にしてもこの間杉山さんがいろいろおっしゃったそうですが明大にしても120万とか150万ぐらいの学納金にしてくれて初めて我たちたちが250万ぐらいの学納金を要求できてそれで初めて健全に 高等教育機関が必要なお金を使って胸を張って世界から人が連れてこれるしそれだけの高等教育機関ですよ高等な人材をまあ高等教,教育を行う場面が用意できると私は思うんですねまあ今のままではなかなか国立大学と私立大学が共存していくというのが慶応でさえ 厳しいと感じるときがあるので、相当難しいです。じゃあなぜ、慶応は厳しいのか。慶応は潰れることはありません。それはまずご理解ください。今まで通りの教育は慶応でこのまま続けられます。でも、この5年間、この5年間ですよ、大きな変化がありました。オンライン教育というのが始まり、Zoom との契約、AI 時代となり、クラウドも使うし、AI も活用していくということが、この5年間一気に出てきた。 学生たちにとっては、ダイバーシティ、イクイティ、インクルージョンというのは当たり前です。上の年代にとっては、ダイバーシティ、イクイティ、インクルージョンはやらなきゃいけないことという義務感があるときありますけど、今の若者たちにとっては、これは当たり前に整備しなきゃいけないことです。バリアフリーもそうです。災害対応、この間のような、能登半島地震が東京であったときに十分な対応ができているか。これ できていないと我々非難されるわけですよねその時には。安全保障対,対応こういったことがこの5年間一気に噴出していて電気代の高騰も相まってそういうことに対応するためのお金が非常に必要になっている今まで通りの教育はできるんですけどそのプラスアルファの部分をしっかりと伸ばしていくためには今まで通りの1.9%の 値上げだけでは難しいもちろんそのために寄付の集めることに私も奔走していますがそれにも限界があるということでまあこの辺のところを共存する高等教育機関として形をみんなで考えていかなきゃいけないと思うところであります以上でございますご清聴ありがとうございましたはい伊藤さんどうもありがとうございました非常にあの大きい構造を示していただきながら具体的なことを話しながらいて非常に資産の飛んだお話だったかと思います それでは質問を受けします。質問の受け付けた方をもう一度ご案内します。会場で質問のある方は挙手をお願いします。私が指名しますので、お近くのマイクまでお進みいただき、お名前とご所属をおっしゃっていただいてから質問をお願いします。オンラインで参加されている方で、直接質問したい方は、ズームの画面の下の方にある手のマークのボタンを押してください。私が指名をしますので、ミュートを解除し、ご質問ください。 テキストでの質問は Q&A にお名前とご所属を添えて送ってください。私が代読いたします。それでは会場の方々、いかがなことでしょうか。はいじゃあ、前の方、どうぞ。個人会員の川北ですあの。2つお聞きします。まず1つはですねあの、ノーベル賞はこれからも出てくるだろうとおっしゃいましたが、これまでに出てきたあの日本人のノーベル賞。 これ全員あの国立大学の出身なんですよね。ご存知だと思いますが、90年代まではまず京大それから東大。はい、2000年代に入ってから東大京大以外の旧帝大。はい、それから旧で帝大ではないけれども全国的に有名な国立大。まあ例えば神戸大とか東高大ですね。それからさらには、あまり全国的にはあの知名度はない、えー、国立大。まあ長崎大とか徳島大とかこれ。要するに学部に関しては全部国立大ですよね。 私学は一行も出身者は一人も出ていないこれはなぜなんでしょうか一、まあ、つの理由は先ほども挙げられたように一人当たりの、まあ、お金ですね収入これがまあ,あの今でも私,私学は国立よりかなり少ないおそらく昔はもっと差があったんだろうと思いますそれは一つの要因だろうとは推測しますがそれ以外にも理由はあるんだろうと思うんですねその辺はああどういうことなのかそれともう一つはですね あの仲間内でねで例えば算数,の算数のできる子ができない子を教えるというようなことをおっしゃったわけですがこれと例えばあの伊藤さんのようにねその幼稚舎からずっとあの慶応に、ね、大,大学まで慶応に来たような人までねつまり同志的な生徒ばっかりですよねそうするとそういうようなことは可能だしそれは効果があるんだと思うんですよ。これ普通のの公立の中高なんかででやったらですね ででききるる子子なないいこととんてままず不可能だと思いますそうするとまあ上位のできる子同士の間でやることはある程度可能だしそれはそれなりに効果あると思いますがしかしそれをやればねおそらく学級崩壊などが加速するんじゃないかと思うんですねつまり別の問題が出てくるんじゃないかと思いますそれはそれについてはどう思われるんでしょうかはいありがとうございました、えー、とまず1問目の質問はノーベル賞は国立大学ばかりやってることなんで その理由は私こそ知りたいところであります。あの、もちろんですね、こうあの今まで私立大学でも、えー、科学研究は相当行ってきましたし、医学部の研究も行ってきたところでありますけれども、あの、あれですよね、あの、まあ、裾野という意味では、えー、今、医学部の私立大学の研究が随分広がってきたと思います。やはり昔は、あの、教授がいて、その教授の下で、 ピラミッドの中で研究も進めるということで非常に硬直化したシステムが私立大学では特にあったと思うんですけども今は非常にその若手中堅の人たちが世界を飛び回りながら研究を自由に最先端がつまり入ってくるということですねまた自由な研究ができるシステムがちょっとずつできてきたのでまず医療分野においては相当可能性が出てくるんじゃないかと思いますがその前まではやはり えー、あらゆる、まあ、白い巨頭的な形で硬直化してた印象はありますしまた特にですねあの生物学とかそういった分野での,あの学科はほとんど日本にはなかったですよね私立大学には、えー、工学部はあったんですけども、えー、いわゆる農学部といったようなところは国立が中心でしたしそういったところがやはり少なかったのでこれからそういうところに期待をしたいと思います。 一方物理、まあ、物理も人数的には完全に、えー、国立の方が多いんですけども、まあ、あくまでも私が先ほどこれからノーベル賞を取る可能性がある人って中には当然私立の出身の人もいるのでその辺の人たちがやはり取ってきてくれるとあ変わってきたなという印象を受けるんじゃないかなと思います。まあ、今私、えー、私立立いいいくら多いととってもほとんどの私立が人文学学社会科学系であり 慶応でさえ、慶応や早稲田でさえ7割は人文学、社会科学なんで、まあ、ある意味経済学とか頑張ってもらいたいなっていうのは私たちが思うところであります。ただ経済学賞は一人も日本人取ってないですよね。そこはまた別の問題で、えー、文学賞とか、まあ、経済学っていうところでなんとか頑張っていけるところが私立の方向性かなというふうに思います。二、えー、2番目のその仲間内で算数を教えるって言っても、そんなこともともと無理だっていうことで、 えーまあ、学級崩壊を起こる実際に現場を扱っている、えー、教員の方たちを見るとそれもうそのレベルでもないほど今、えー、小中高が厳しくなっているというのは話を実際に伺うんですけれどもでもその中において他の解決策があるのかということとのバランスになってくるんじゃないかと思います。い、まあ、いずれにせよ一番最初の小学校1年生ぐらいからか お互いにしし合うこととが難しいいてもお互いに尊敬するようなまた何かのことについてはやっぱり例えば大変な家庭であっても絵が上手であれば絵が褒められてその中から何か一つ自分の生きがいとか好きなことでみんなから注目されることが出てきていけばいいんじゃないかという非常に私の場合は楽観的かつ、えーまあ、楽観的な一言を 性善説に基づくことなのかもしれませんけども、まあ、そこら辺のところの日本の良さをやっぱりもあの保っていかないと今15歳ですあれだけ少なくとも学力がもしまだ平均的に世界の中で誇れるんであればそういうような仕組みを変えていくことによって対応できるんじゃないかというのが私の楽観的なあの提言でありましたおっしゃることはよくわかりますけどそれはどういうふうに考えていくかということなるかと思いいますはい、ありがとうございます。 じゃ他の方の質問どうでしょうか。はい、じゃあ前の方どうぞ。読売新聞の常川と申します。三、えー、点質問させていただきます。えっとカメとウサギの話あの大変面白く聞きました。あのー。 個人で突っ走るうさぎじゃなく、その、一つずつ努力して、えー、積み上げていく亀が日本には合ってるんじゃないかというお話だったんですが、あの、例えで出されたの、日本の教育のあるべき姿で、えっ、ー、と、その、全員横並びで学年で決められた範囲を学ぶのでは亀の伸びが止まってしまうという話聞くと、その要するに飛び級制度みたいなものは維持して、 でその中で押し合わなきゃいけないっていうようなことなのかなと思うとそのお話の中では亀とうさぎって1対1で戦ってるんですけど先生の中では亀はそのちょっとずつ努力した集団で、えー、個人の,そのうさぎの,その才能と戦っていくべきだというそういうその例えだったのかなというそういう理解でよろしいのかというのが一点確認です。 もう一つが、その例えばそのちょっとずつした努力のですね、集合値で、えー、例えばあ頑張る社会になったとしてですね、例えば先生の,あのやってらっしゃる素粒子の分野なんかは、やはりその才能が、えー、非常にそのおうさぎ型のです、ね、研究者たちがアメリカで一生懸命やってる中で、じゃ日本の,その研究者たちが 仮面の集合地で、えー、戦っていったときに、まあ、勝てるのか、またはそうう集合地で戦っている大学はランキングとかその論文の引用数でなければ何で評価されるようになるのか。えー、先ほどおっしゃった居心地の良さみたいなものになってしまうのかなと思ったんですが、えー、この2点についてお聞かせ願えればと思います。3点目は、ね、よろしいですか<あ><今>あごめんなさいえと。3点目聞こうと思ったんですけど、2点でよろしいですはい、<す>はい、ありがとうございました。 あの、亀とおの飛び級という考え方は、まあ、でよりかも、その自分が好きな、つまり全てに秀でてる子供がいたとしたら、今おっしゃったような懸念が出てくることになると思うんですけども、でもそのえ飛び級という考え方が当てはめるかどうかも含めて議論が必要なんですけども、その、その人たちが他にも教えるような、助け合うような形を作ることによって、 それぞれの,あの極端な飛び級なのかをせずにあのお互いにその例えばスポーツだったら見えるわけですよ他にも例えば絵が上手だとか音楽が弾いてたとかそういうのって見えるんですけど意外と他のことで今の日本社会っていうのはお互いを尊敬することがないっていうのがみんなが一人一人の何かに光っていることに対してのあのお互いに 例えば柔道がすごいとか、まあ、それでもいいんですけどその一つ一つがやはりみんなであ彼,は彼女はこれがすごいんだなってことが見えてみんなから教わるような社会を作っていくっていうのがその趣旨であってで2番目のところに移るんですけどもそれは実はその亀としての成長をどこまでもできる環境を作っていくということでその結果として大谷翔平のような人ができていくってことを考えると必ずしもその一人を抑えつけるわけではなくそれぞれの分野で結果的には 私はあの量子コンピューターなんですけどもそういうような分野でも伸びていけるどこまでも伸びていける環境を作っていくっていうのが結果的には突き抜けることができる人がたくさんできていってそれにも一緒になってついていったりまたはそれを周りでお互いに切磋琢磨するような環境ができているまあウサギとカメを引き合いに出したってことは競争も大切だってことです競争がないとやはり、 進まないですからじゃあ。亀の努力の中で、ウサギを超える傑出した才能の人が出てくるですです。出てくると思います。そういうことだと思います。はい、わかりました。ありがとうございます。大丈夫ですか。はい。えっと、じゃあ、あの後ろの方、どうぞ。はい、どうぞ。朝日新聞松谷です。よろしくお願いいたします。二点質問させていただきます。 1>, 1点目あの、まああの、さっきのうさぎの亀の話にもつながるんですが、まあ、そういう国として、まあ、先生との意図はちょっと違う方向に今、国が動いているというところでですねあのやっぱり慶応大学1大学だけであるいは私立大学連盟だけで 戦おううととしてもなななかか変わらないと思うんですよね、まあ、で国立大学にも国大協があり、まあ、あるいは公大教とか私大教ともあります、まあ、そういうもっと私としてはなんかこうもっと大学全体として力を本当に合わせないとなかなか今の政府の、まあ、システィやあの産業界中心とした方向というのはなかなか変わらないと思うんですがこの辺について先生はどのように今後進めていきたいと思っているとか1点。で ま、あの、まあ、例えば、ち、今の話で言えば小さいところで言えば、電子ジャーナルの口頭などにもですね、やはりあの、他の国では、西欧では、ま、大学団体中心にですね、非常にま、国としてまとまって対応している。まあ、この辺が一番わかりやすい例だと思いますが、もっと大きな話としても、もしあればいいっていうのが一点です。もう一あの、まあ、今、中教審で、あの、大学のあり方、今後の大学のあり方を議論していますけれども、まあ、国交詞の役割分担あたりもですね、大きな今後テーマになっていくと思います。 この辺、まあ、今の話とつながるんですけれどももっといろいろですねあの役割分担をしていっていくべきなのかあるいは、まあ、もちろん慶応のようにです、ねまあ、国立並みというんですか、えー、というようなところもあるでしょうしまあそこはいろいろ考え方があると思うんですが先生としてはその辺はどうお考えなのか2点お願いいたします、はい、あの大学全体として力を合わせるってことはもうあくまでも必要なことでありますよねで特にですねそのあらゆる大学のトップと話をしていると まあ、あの例えば理系はまだ、えー、4年プラス2年で修士に行く人が多いので6年間しっかり学ぶんですけども、えー、人文学社会科学系だと、えー、その2年ほどで、まあ、ゼミに入って相当学ぶことに3年生からなるんですがそうは言っても、えー、就職活動に走って、えー、大変だと。でここのところ例えばヨーロッパは5年間みっちるやるんですよね。 だからそこら辺のところの高等教育の考え方をどうするべきなのかというのは随分いろんな学長とは議論しているところです。まあ、例えば5年間本当にやるということになると何が起こるかというとその次に大学がやらなきゃいけないことは例えば徹底的に本を読ませるとか今までその大学っていうのは偏差値だけで人を取ってあとは出していけばいいという役目だったものが今ここのお集まりの方こそ文章をしっかりと書いて文章をしっかりと 読み込む。その大切さをお分かりの方はいらっしゃらない、いらっしゃもうこれ以上の分かっていらっしゃる方に、ここに、ここの方が一番よく分かっていらっしゃるわけですけど、そういう教育を我々がしているのかということになるわけですよね。で、あの、新聞にしても、一日に一回出てくるもの、まだ一日、間官誘に出てくるもの、それだからこそタイムリーな記事というものがあって、その大きさがあって、その大きさを その記事が書けるような大学生なのかまた読み込める大学生なのかってことは今のこの SNS の時代だからこそこれれから問われていくんんだと思うんですね。でそ,れだからそれができるかできないかが AI といったツールに勝る人間になるかどうかということの変化になってくるので今こそ実は古きを温め新しきを知るっていう時代になっていて。 そういう教育を例えば今の大学としてみんなでやらなきゃいけないかということはずいぶん話をしているところでありますですからまあそういったことがどうやってみんなであの日本社会のためにできていけるのかというのが大きなポイントだというふうに思いますただ、電子ジャーナルといったようなことは相手があることで例えば慶応と早稲田が一緒に合わさったので電子ジャーナル割引してくださいと言っても向こうはもう慶応と早稲田が去年いくら払っているのか分かっていてあなたたち2人で合わせてこれだけ払いなさいというのは全然ディスカウントがないんですよつまり向こうがもう上手なわけですよね だからそうなってくると、そのバーゲニングっていうのは、どれだけできるかっていうのは、また違うスキルが、ただ合わせてやればいいって問題ではなくて、違う交渉スキルが必要になってくるということであります。で、あの、中教審なんかにおける国交私立の役割っていうのが非常に強調されてますけど、役割以上にやはり、ウサギとカメに行ったような健全な競争が必要だと私は思います。で、その健全な競争という中において、 特色のある大学がやはり高校生やまたは社会人の再び学び直したいとかいった学生たちの注目を集めてやっていくというまあそういう努力はやはりないとダメだと思うのでそこのところはあの力を合わせて行うところとまた勝手に役割分担をするっていうのはまた別の問題かなと思います。ただその時に 国交私立がみんな共存することが適切だという判断するのであれば学費の、まあ、いわゆる、えー、ある程度の押の、ね、しなべた最後に述べたことはないとその健全な競争もなかなかできないのでその辺とかはしっかりやってもらいたいというふうに思うところであります。はい、ありがとううございますじゃあ前の方どうぞ えっと、個人会員の小崎と申します。あの、日経の OB なんですが、大変、あの、うさぎと亀 <laughs> 話はですね、わかりやすくて、本質をついたものだと思ってお聞きしました。ありがとうございました。それでお聞きしたいのはですね、えっと、この大学をどうするか講座、この記者クラブの、で、来週はですね、あの、柳沢幸雄先生、あの、前の海星高校の先生が、 いらっしゃるんですよ。で、であそ、この高校はですね、柳先生から、が校長になってから、あの、東大、京大だとかですね、日本の一流校を目指すんではなくて、いきなりハーバードだとかですね、ケンブジャーとか、そっちへ行けと。まあ、それはあの、その話は先生の最初おっしゃったこととほぼ似てるところがあると思うんですけれども、しかし、それ、それはですね、先生のまたお話の中で、新日本人ですか 新日生です。ええ新日系人新日系人的に。新日系人的な新日系的的ね新一生あの、優秀だけども、そういう、全く、まあ、日本人感、日本人というよりもポリ、コスモポリタン的な人たちを育てて、果たして日本に帰ってくるかどうかという話がありましたね。それ、それを踏まえて考えるとですね、まあ、これから、あ、それから、改正だけではなくね、渋谷なんとか教育学園ですかもう、いきなり、えー、外 外大学海外大学にやるという教育方針らしいですよね、だそういうことについては、どのようにお考えになるか、をちょっとお聞きしたいんですけどあ,ありがとうございました、まあ、先ほどあの私が述べた通りなんですけども、海外に出すからには海外からやはり連れてこなきゃいけないという、この両方通行がなきゃいけなくて、でその時にどうしてもそのみんな優秀な大学教員というのは、我々の入試に合格するような人が入っていくるんだったら構わないと。 非常に肩にははまった考え方をすすすることが多いんででけけどそれはもうダメなわけですよねやはり育てていくっていうことが大切であってでその育てていくっていう考え方でできるだけ人を集めるんですが一方で,出せ,ばいいで出せばいいじゃないかっていうことに対する継承は先ほど述べた通りであってあの、まあ、帰ってこない可能性もそれなりにも今どんどん高くなっていく。となってくると、まあ、日本これから例えば将来的に、まあ、極端な話ですよ。 昔日本という素晴らしい国があってその日本で育った日本人というのが今世界中に散らばって大活躍をしているということにもなりかねないわけですね。だからそれをととするるのかかどうかといったことになるわけですですからそうなってくるとやはりその教育小学校中学校からの教育はやっぱり待ったなしだというふうに思っていて。えー、大学我々自身が 世界に行くのもいいけど日本に日本で本当に学びたいという場所も作っていくただ私改正高校をやってることは間違いじゃないと思うんですねつまりそういうくさびを打つことが大切なんですよあの一石を投じることが大切であってでそれがその人たちがどこまで伸びるかっていうことが伸びる環境がどこまであるのかっていうのが結果的にはそのノーベル賞を取った人も結構海外でどっかで研究をしてそこで伸びてる人がいますよねだからそこの下地があるかどうかっていうのは結構大きいので。 それがそのステップアップにつないで結果的に日本に帰ってきてくれたり日本を常に世界から応援してくれてればそれはそれでいいと思いますただ日本人は日系人に対してものすす。ごいい冷たいんです、ね、中国人や韓国人はどこの世界に行っても自分の国籍を捨てても例えば華人中国人は仲間として扱いますし韓国人は韓国 の仲間として扱うんですけども例えばちょっと昔相当前ですね伊藤みどりとクリスティー山口がフィギュアスケートで対決した時に伊藤緑あのクリスティー山口を応援した日本人が誰もいなかったっていうのはやはりアメリカの日系人の中では相当ななショックなわけですねだって日本人としてアメリカにいながらも日系人として日本人として育ったっていう気持ちが少なくとも親,親にはある中において。 日本人人から見ると全くアメリカ人なわけですよだからそこら辺のところのマインドセットを我々がどうやって変えていけるかっていうことは今後の日本の発展のためにはとても大切だと思います。の流というような言葉を使うのかそれとも我々の仲間が世界で頑張ってるというふうに受け止めるのかこのバランスによって結局日本の今後の発展を世界の中に散らばる日本人とその日本の ヘリテージを持つ人たちと一緒に支えていくのかというところをもう一つ設計しなきゃいけないなと私は思っています、はい、ありがとうございます,すまちょっとオンラインでの質問を1問見させてください、えー、と医学・医療ジャーナリストの木村良一さんからです KOB の元新聞記者の方だそうです、えー、と今や医学部や大学病院は白い巨頭ではなくなったと言い切ってよろしいのでしょうか <laughs> ははいいいこれそれだけ短あの白い巨塔の,あの定義次第ですねもちろん今、えー、他の学部と比べると教授というのは各教室についてとそれぞれ1人しかいませんしでその下にまあ、ある意味、えー、ピラミッドができているので、まあ、そういう意味ではその 白い巨頭というべきなのかそうじゃないのかっていうのは変わってきますけれども白い巨頭という意味の中で言うとやはりあの一国一城のジであったそれぞれの教室のヘッドというところからやはり診療においてはチームプレーがもう全てになってきてるわけですねですから例えば慶応義塾大学病院においては今この人は神の手ですというような外科医を全く宣伝してないなぜかというと例えばあるがん患者が入ってくると 当然のことですけども、えー、まず抗がん治療でできるだけがんを減らしていこうということになると、それは消化器内科の仕事になりますし、それと、それから消化器外科がどこまで行ったらこれなら手術ができるということを見極めていって、それをどうやって判断していくかということを放射線技師とかみんなが一緒に話し合いながらやっていくわけでありますし、それに対して大体形容病院にやってくるあの患者っていうのは、 様々な他のところをダメにしていんですね。そうすると心臓が悪いがん患者がやってくると意外と知られてないのが国立がんセンターっていうのはあまり心臓のお医者さんがいないんですよ。心臓ががんにならないですから。そうすると <laughs> その心臓が悪くてがん患者っていうと慶応にやってくるわけですね。で、それをそうなってくるともちろん心臓の医者も一緒に立ち会いながら全部やるっていうことでまあそれはもうチームプレイが必要ですよね。 でこの中において、さらにそのチームプレイを支えているのが、40代から50代の、まあ代ですね、最先端の世界を飛び回っている医者たちになるわけです。で、その医者たちがよく世界の状況を分かっているので、ね、さすがに教授たちも、すべて自分が分かっていて、自分の言うことを聞けという時代じゃなくなってきていて、うん、それこそ40代とかから、で、今回の学会では何が学んだことかということを聞きながら、 へそういうことになっているのかだったらとかあのこの抗がん治療にしても今新しい薬が出たとかそういうのもすべて論文を読みながらやっていかなきゃいけないという学会発表を選んあのフォローしなきゃいけないのでそれはもう白い巨頭ではやっていけないんですね、うんうん、それはもう完全に時代が変わってきたということだと思います、はい、ありがとうございますでは会長の方あじゃあ前の方どうぞ。 個人会員の津島和と申します、えー、元産経新聞でございますあの先ほど少子化で学力のレベルが低下するというお話でその解決策の一つとして外,外国人留学生を受け入れるというお話をされてましたけれども、えーまあ、コロナ禍で外国人留学生日本に来る本来来るべき人が韓国だとかオーストラリアへ流れるとか。 えー、日本へ来る留学生の数が少ない、また逆に日本から外国にも出てくる留学生が少ない、えー、この辺をもうちょっと改善する方法を大学としても考えなきゃいけないし、今の大学のシステム、あるいは社会のシステム自体がその辺が、えー、対応していないんじゃないかというふうふに思うんですけどその辺の対策はいかがでしょうか、はい、でども、そういうところも含めて、今、社会科学者たちの総合的な パッケージととしての学問にに基づく社会実装が大切だという,ふうに私は思っていて例えば1人がどこかで一生懸命話をして例えばテレビに出て話すだけではもう今や不十分でその1つをやることによって他のところに必ず波及効果が出てくるわけですからその波及効果も含めて専門家たちがこの,この日本的な課題に関してはこういうパッケージで考えるのがいいんじゃないかというようなことを例えば慶應義塾から1つのみならず2つつまり 異なるまあ与党と野党的な提案がしっかりできていければ、それあが理想だと思うんですね。ですからそれこそ今の学問の社会実装の分野であると私は思っているところであります。よろしくお願いでしょうその答え。はい。じゃあ三番目の列の方どうぞ。日本経済新聞の上田と申します。 ごご説明ありがとうございました、えーっとまあ、留学生のお話がよく出ておりましたけれども大学の教員の方々の国際化というか海外の方からっていうのはどんなふうにお考えでしょうか例えばオイストとか副学長があのイスラエル人の方でイノベーションとかやってらっしゃる方だったりしますけれどもこのあたりの国際化についてどのようにお考えでしょうか。ももうう一一つつちょっととい質質問問ででこれ割と大きめの質問でもう一つあのあ えー、私ずっとスタートアップベンチャーを取材しているんですけれども、改めてあのスタートアップベンチャーのこう支援策について、えー、方向性もちょっともう一つあの詳しくお聞かせいただければと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。あの見方を変えると非常にその外国人教員の、えー、外交籍教員の割合が非常に低い日本において研究力が低下していると言われる中において。 でもこれだけのわずか1億人しかいない、えー、日本の中からその中から教員研究者をかき集めていてまだ研究力的には世界のまあ5位ぐらいにいるとかいうのはそうそうなことなんですね。見方を変えると。で、それをその良しとするか悪あの,あ,のあの、ダメとするかってことが今のこれからの話題になってるんだと思います。で、あの、 つまりですね、日本語で教えて、日本語の試験を行ってということにこだわっている限りは、今のままはできないので、そうなってくると、でもやはり日本の文化と日本語というのは大切にしたいので、そうなってくると当然のことながら、えー、一部の科目を英語で教えるようなものが増えていくというのが自然な形になっていくわけですね。 で、結果的には日本人の学生も当たり前のように英語で科目を学べるけど、海外から来た人たちは日本語での授業も大切に取るといったベストミックスを探していくってことが大切であって、そこのところをどうやって作っていくか。であまり英語、英語って言うと私もあの学内でですね、アメリカのサルマネをするのかとか言われるわけですね。でもそれってアメリカのサルマネじゃなくて、やはりあまりにもどこに行ったって英語が当たり前のツールになっているので、 それにおける議論はどうしてもできなきゃいけないっていうこともあるので、まあ、そのそのであ英語じゃなくてフランス語ができる質問必要じゃないか、インドネシア語ができる質問そ必要じゃないか、その通りなんです。でもそういう,そう,いう人たちも含めて、まあ、どうやって世界の中で広、えー、の視野を持った人を育てていく環境を作っていけるかっていうのは我々に相当課されている課題だと思います。で、スタートアップの方ですけども、その、 スタートアップは先ほど申し上げたように実業家というレベルでその自分たちがちょっと小銭を設けるのではなくてやはり世界に打って出る会社を作っていって産業を作っていくっていうことに相当力を入れ,入れなきゃいけないと思いますのでそこのところをどうやって産業界と一緒に合わせ込んでやっていけるかってことだと思うんですけど、まあ、学生たちのもうマインドセットは相当変わってますねやはり今スタートアップに行きたいっていう人が増えてますから これからそういうのが自然になっていくと思います。で、それが自然の中において、えーまあ逆に上田さんの方がよくご存知なんですけど、若者たちがどう考えているかということで、それに対して慶応義塾とか、また様々な私立がどういうふうに行うべきかっていうのがこれから問われていくんだと思います。はい。えっ、ー、と、時間となってまいりました。えっ、ー、と、途中で多分質問が出るかと思ったんですけど、私の方から、はい、非常に植物的な質問を一つだけよろしいでしょうか。 あの大学ファンド、国際卓越研究大学に、あのみんな慶応大学はお手を挙げになると思っていたんですが、挙げませんでしたが、それはなぜでしょうかああの先ほど説明しました通り、国際卓越に応募、まあ、ここは説明してないですね、国際卓越に応募するということになると、大学全体として、自分たちの大学はこういう大学になりますということを宣言する必要があるわけですね。 ただ先ほど申し上げましたように、慶応義塾大学の場合は3割ぐらいが医学部、理工学部、環境情報学部といった、まあ、あともちろん薬学部、看護医療学部もあるわけですけど、そういった理系であって、えーまあ、どうしてもサイテーションを上げる、引用数を上げるとかそういうことになると、そこが中心となり、じゃあそれが慶応義塾なのかっていうことが、我々としては、あのまあ、自分たちで問うたわけです。 でまずその前に、慶応義塾全体の今までの強みっていうのは、先ほどお質問いただいたように、社会システムを変えていくとか、えー、本当の意味で社会を変えていくためには、技術の発展っていうのは勝手にいくわけですけども、えー、止めようにも止めることはなかなかできないものがあるわけですから、でも止める必要があるときに止められるのは社会システムや法律や政治であるわけですよね。でそれを一緒にコーディネートできるのは外交でありますし、 それがやはりできる人たちが今の時代ますます必要だということでそっちの方も今まで通り注力していきたいもっと注力していきたいまあ見える顔していきたいということで地域中学特色ある研究大学制度の中でそれを強力に進めていくということを選んだところでありますまあそれがですねランキングの向上に上がるかとかまあ様々なことにいくとまだわかりません そうなってくると国際卓越で目指していることと、慶應義塾が今自分たちでやるべきというところに少し、もちろん重なりもあるんですけども、重ならない部分もあるので、重ならない部分も含めて、これが国際卓越の慶應義塾ですというのは、まあ、どちらかといえば民の、まあ、先ほど言いましたように、政府に対して、まあ、福沢諭吉が言った国を支えて国を頼らずって言葉があるんですけど、 最後痩せ我慢いくらしても最後お金くださいと福沢でも国に行ったことは何度もあるんですけども、でもそうは言っても根本では国を支えて国を頼らずっていう精神がある程度大切なんだろうということが私たちが議論した結果であります。はい、わかりました。ありがとうございます。じゃあ最後に記号をあのあそちらのカメラでいいですか。はい。独立自尊。<laughs> ご説明の質問もま。まあ、あまり、あの、あまり、今の最後の,すあの説明とほぼ重なっているところでございます。はい、はい、ありがとうございました。えっ、ー、と、伊藤さん、本日はどうもありがとうございました。次回は来週15日です。あの、先ほど柳澤さんの、あの、側というのもありましたが、柳沢さんが16日ですが、その前15日もありまして、えっ、ー、と、共同通信社で半世紀余りにわたって記者をなさって、 実務科教員、まあ、社会人教員ですね、に転身された宮武久義さんに近未来の大学であるべき姿について伺います。ぜひご参加ください。どうもありがとうございました。